キュウです。今回はヤマビコのカタログからチェーンソーを紹介していきたいと思います。ヤマビコチェーンソーは種類も多く、型番変更もあり、また新型チェーンソーも結構出てて、すべてのチェーンソーをちゃんと把握してません。間違ってることも多々あると思うので、詳細はメーカーのサイトで確認してください。すみません。それではよろしければ最後までお付き合いください。今回は 株式会社やまびこは共立と新大和が合併してできた会社で共立と新大和というブランドは残ってますでもう一つあのエコーというブランドも残ってます共立とエコーが同じ会社で新大和は別会社だったんですけれどもこれが合併して株式会社やまびことなったわけですね。 ただやまびこチェーンソーっていうようなわけではなく、新大和チェーンソー、共立チェーンソーっていうような感じで、ブランドは以前のまま残してます。でこれはあの新大和の総合カタログですね。で、こちらが共、えー、立の総合カタログになります。園芸部門ですね、のカタログになります。こういうような。 感じで,ですねこれはメーカーのホームページサイトに行ったらですね、えー、と見れるのでですね興味のある方はもっとはっきり見れると思うんでですねそちらの方も参考にしてみてくださいでこ,、えー、こっちが信大はですねこういうい感じチェーンソーの色的にはですね信大はが赤ですねそして 強烈がオレンジ系になりますオレンジの色になりますね。こういうような感じで。こういう演芸部門のカタログになります。でそして、強室にはですね、廉価版の55、えー、商品とかいう、これ廉価版でいいのかな、ホームセンター仕様みたいな感じの機械もあります。 強烈55シリーズですねで今日はですね、えー、今回はですね新大和チェーンソーのカタログを、えー、利用して、えー、ちょっと説明していきたいと思います新大和も共立と一緒になってですねいろいろな,なんかあのシステムをですね、えー、開発してきてますこの中で結構、えー、どころメーカーも最近は取り入れてるですごくいいのがですね ナット脱落防止機構なんかすすごくいいですねそれとあとあのサイドチェーンテンションですかねソーチェーンの張り具合を横から、えー、できるっていうのはすごくいいですねそれとあとコーグレスキャップこれ結構いいと思います寝台分けでこれ昔からこれありましたね、えー、それではちょっとチェーンソーの方を少しずつ説明していきたいと思いますまずあの 結構評判のいい評価の高いチェーンソートップハンドルですね E-2125TS ですね、えー、このチェーンソーはですね、えー、新大和とその強立が一緒になってやまびことなった時にやまびこっいう一つの会社になった時に初めて一から設計から書いて、えー、作ったチェーンソーみたいです要はどういうことかっいうとあのこういう他の このようなとかですね、そういうのはですね強烈系とかですね1145は寝台分系っていうような感じで、えー、前の会社の、えー、設計を引きずっていただいたりそういうような機械なんですけどもこの E の2125だけはやまびこってなってそれで1から設計しから1から、えー、作られたチェーンソーになりますですからやまびこになって初めてのチェーンソーと言っていいかもしれません ですからこのチェーンソーだけは、えー、ずっこけることはできなかったでしょうねかなりがっつり作られてると思いますそして、えー、評価もすごくいいと思いますグリップなんかもですねすごく握りやすいって言いますし結構評価の高いチェーンソーですね2125なんですけどこれですねついこの間まで E、えー、の2025って言ってましたで E の2025でもですね結構力も強くてすごくいいチェーンソーだったんですけどやっぱりどうしてもですねチェーンソーって完璧なチェーンソーってないんでちょこちょことしたあの不具合というかですねもっとこうした方がいいな改良点が多々あるものなんですよ。でその改良点をですね一気に、えー、もう改良してそしてあのマイナーチェンジみたいな感じで E の2125ともうあっという間でしたね。 これ、早かったですね、このマイナーチェンジはですね。普通、こんなに早くマイナーチェンジはあんまりしないんですけど、もう、これにかけてるっていうのが分かりますね、やまびこがですね、このチェーンソーに。並々ならぬ力を注いでると思います。で、クラス最軽でですね、排気量 25cc クラスだったら、もう結構2 3 k ロですね、本体重量がですね、これも軽い方だと思います。で、これですね、結構海外でも評価の高いチェーンソーでですね、意外と売れてるみたいですね。 コンパクトなんですけど、力は強いです。で、これはですね、えっ、ー、と、正直なところですね、排気ガス規制完全にクリアしてるわけじゃないみたいですね。ちょこっとオーバーしてるみたいなんですね。ただ、あの、完全燃焼、クリーンな燃焼を起こすためにですね、早期ポートはあの、クローズドポートになってますね。これだけ小型のチェーンソーで、クローズドポートを採用するっていうと、昔でももう考えられないような、 感じだったんですすけどそれを採用してるエンジンジになりますねでこれなんかですね結構あのいろんなところでも燃料カップが締めやすいとかですねそんなんもありますしでこの前のモデルですね、えー、2025の前のモデルは、えー、一番最終的な1327だっけそれがあったと思うんですけど排気量がですね 27cc ぐらいありました。 ただ正直に言うと、その時はですね、ゼノアの小軽くんにちょっと押され気味でしたね。で、そういうのもあったんで、このチェーンソーはかなり力を入れて作られてきたと思います。だから、これは本当に強いですね。排気量は 25cc と前のモデルからすると 2cc 落ちたんですけど、力はもうこっちの方が上ですね。私にでもあの体感できるぐらいあるなぁとは思います。で、すごいコンパクトで、ハンドルも握りやすくてですね、いいと思いますね。 まあこのモデルはですね、ゼノワの GZ2800 ともうがっぷり四つに組んで、もう引けを取らないような感じですかね。小型チェーンソーでは、うちでは一番売れてるかもしれないですこの。ここの寝台はね、機械がですね。ユーザーさんにも評価が高いチェーンソーになってます。次がですね、こちら、えー、プロフェッショナルソーですね。ペッカー 新大和系のあ新大和はですねプロ機っていうとですねこのペッカーっていう名前がよく使われてます2038はですね排気量 40cc 以下のプロ機になりますこれはどちらかというと強力系っていうよりも新大和系の、えー、チェーンソーになりますただ2038はもう昔はですね2038はですね、えー、どういう流れかっていうと E の380とかですね E-381 そしてその次のですね、えー、E393 かなその E393 の流れを組んだチェーンソーになります、えー、E380 とかですね381393はですねなんとかこれは言,うーー言うとメガーーさにちょっとあれかもしれないですけどもう昔の話だからいいとは思うんですけどあのゼノワのですね、えー、G37G37 シリーズにぶち当ててきたんですけど G の37の牙城は強くてですね E の 380E の 381E の393では太刀、えー、打ちできなかったような感じですね結構厳しい状況でしたでその E の393からですね、えー、と E の394395398になったのかなでその後にですね、えー、E の1039っていうのが出ました でこの E103 機も最初の頃はいまいち調子が良くなかったんですけどこの E103 機はですねただにこうちょこちょこ改良されてですねかなり完成された機械になりましたクローズドポートでですね、うん、E103、e、機はですねあのー 最終的には G の371で,37ですかね、ゼノの,あのそれよりもパワーがあるっていうふうな評価を得てましたね。あのお客さんからですね。40cc 以下、40cc 弱のチェーンソーってですね、結構使ってる日本の方は多くてですね、プロの方ですね。当時はですね。軽量でもあるし、使いやすいっていうことでですね。で、E の1039はですね、よかったんですけど、i 気がス規制とかそういうのをちょっと。 クリアしてなかかったりとかですねでその後にですね、えー、1038って出てきましたね、E の1038。E の398とか、この1038とか E の1039とかですね、38cc 台にですね、もう乱立している時がありました、一時期。もう瞑想状態ですね。E の1039に一本化してもよかったのかなとか思ったりしたんですけど、なんか知らないですけど、3種類ぐらい出てましたね、当時ですね。で、その時にですね、 あっったチェーーンソーっていうのがですねちょうど 40cc ちょっと切るぐらいのチェーンソーっていうとそのゼノアの G,、Z、あ G の3711ですねそしてハスクバーの 339XP っていうのもありましたねそして E の30あ E の1039っていうのも結構うちでは出てた機械なんですけどその3つの中で一番パワーがあるのは E の1039って言われてましたね でそして結構軽くて、えー、使いやすかったのが、えー、ハスクバーナの 339XP で軽量化とですねあとスプリング防振で振動が少ないっていうので結構人気がありましたねでその間に、えー、G3711 があったとっいうような感じですねで103機もなかなか良かったんですけどね排気ガス規制っていうことがあったんでもうちょっと 今は、えー、販売終了になってきててきますね。でそして今はあのー、E-2038 っていうようなことになってますね。でこのクラスだとですね、あの国産メーカーだとまだ 25AP とか使ってますね。25AP とあと91とかですね。あと 95VP ですかね。そういうのを使ってますね。 で、えー、その次がですね、排気量 42.9cc のですね E の3043。これは、今年去年の終わりぐらいからこう出てきたのかな。で、これはですね、まだあんまりうちでも販売したことがないんでですね、どうなのかわからないんですけど、ミドルクラスのプロソゴですね。で見ると、えー、ゼノアだと、GZ の4350あたりと、ちょうどライバル機になりますね。 でううエンジンジになりますね。これが GZ のゼノアの GZ4350 とちょよりも優れてる点についてとこの,あのエアクリーナーですね、うん、それとあとスプリングが防振ゴムあ防振ゴムじゃなくてスプリング防振っていうところがいいですねそこがいいところですかねただゼノアのやつともうがっつり組むのかどうなのかがちょっと今からこれから検証されるところでしょうねでえっ、ー、とこの E-1042 ですねこれ排気量が 42cc ですね。で、このチェーンソーはですね、強烈系のチェーンソーになります。で、このチェーンソーはですね、えー、CS42RS っていうチェーンソーの、えー、新大はブランドのになります。で、この強烈のですね、CS42RS はですね、すごいいいチェーンソーみたいですね。私はあの、強烈の機械をあんまり売ったことが なかったんですけどよその販売店に聞くとですね、ハスクバナの,の 242XP が出たときとなんかこう似たような感覚って言ってましたね。まあ、ハスクバナも 42cc で、この CS42RSE1042、e、42も 42cc でですね、で、こっちの方がもうはるかにあの設計が新しいんでですね、242XP と比べるとですね、私の知り合いの販売店の人なんかは、もうこっちの方がパワーがあるとか言ってましたね。 242XP ですねまあそれはもうしょうがないでしょうね。242XP はもう30年以上前の設計になりますんで。新台麻にはですね E の1042しかないんですけど、強烈にはですね CS42RS っていうのがこれと同じやつがあってですね。そしてですね、えー、強烈ブランドには、えー、CS37RS っていう。 これが、えー、とゼノワでいうところの G の3711にがっつり消防してたチェーンソーになりますね。おそらくですね、これがもう新しい機械で、早期ポートがクローズドポートだったんでですね、G の3711よりパワーがあったって言わ,言われてますね。で、これが、えー、こっちがで、ね、次がですね、1145SP、排気量が 44.6cc のチェーンソーですね。 これもあのペッカーっていう名前が付いているようプロ仕様になります。この持ち演奏もなかなかいいとは思うんですけどね。ただ、ゼノワにも言えるんですけど <laughs>、排気量 45cc クラスになってくると、だんだんとあの海外製品が強くなってくるんでですね、厳しい戦いを強いられてるとは思います。で次が 50cc ですね。E の2050ですね。排気量 50cc で 4.8kg。 なかなかいいチェーンソーだとは思うんですけどここにもですねスチールとかハスクバーナーのフラッグシップの機械がチェーンソーがあるんでですねなかなか厳しい戦いを強いられているとは思いますいい機械なんですけどね E の1060これはですね強力系のチェーンソーになって、えー、約 60cc59.8cc のチェーンソーになりますそして次が E の 757E これはですね信大和系のチェーンソーになりますね でこれは言っていいかどうかわからないもう発。発表されたのかなこれはですね、後継モデルがもう出てるのかなうん。あるみたいですね。これはですね。で、ここまでがプロキになりますね。次がオールラウンド層、えー。オールラウンド層って何かっていうと、一般向けみたいなチェーン層ですね。E-2135、えー。これが排気量 35.2cc で 4kg。 これも小型コンパクトチェーンソーとしてはなかなかいいチェーンソーだと思いますライバルと機としてはですねゼノアの G の、えー、3401がライバル機になりますねで次が E の1427ですねでこれ共立系のチェーンソーになるのかなでこの E の1427はですね 26.9cc 約 27cc でですねこれと同じエンジンのトップハンドルがの後継機がこれになりましたんですねで将来的にですね、えー、これももうそろそろ販売終了になると思いますそしてこのエンジンのリアハンドルタイプですねが出てくると思います、うん、そしたらまたこれ結構いいんじゃないかなとは思いますねこのチェーンソー、うん、排気量 25cc のリアハンドル結構いい コンパクトでちょこちょこっとしたあの作業に使いやすいんじゃないかなと思います。軽量でですね。でこちらもあい一般用のやつですかね。でこれも三十四 cc の。でこれは面白いのがですね、えー、オートチョークですね。チョークを勝手にやってくれるっていうようなチェーンソーになります。えっ、ー、とこれソレノイダバルブかなんかで、えー、チョークするのかな。 ちょっとここら辺詳しくないんですけど。で、これもあのエンジン指導、あのチョークのしすぎで、えー、燃料の吸い込みすぎとかを、えー、防ぐことができると思います。で、次が3045、45cc ですね。一般向けの 45cc。一般向けのチェーンソーとですね、プロ用のチェーンソーって大体どこが違うかってあのピストンシリンダーが違いますね。 プロ用って言うとですね、クランクケースが左右に分かれる2分割のクランクケースなんですよ。一般向けのチェーンソーってなってくると,、えー、と、上下2分割のクランクケースとシリンダーになるんですよね。プロ用はクランクケースが左右に2分割でシリンダーがあって3ピースになりますね。で、一般向けが上下のクランクスシリンダーでこんなふうな感じですね。こう下にクランクケースがこう来ますね。ここに。2ピースの。 ンジブロックになるんでショートブロックになるんでそこが違うというところですかねでこれが2048ですね 50.2cc これも一般向けのチェーンソーになりますねまあプロが使っても結構いけるぐらいの予備機としてもいいかもしれないですねで次がカジュアルチェーンソーでここはもう本当カジュアルですね、えー、プロじゃなくて趣味みたいな感じのチェーンソーになります、えー、203030cc のチェーンソーですねそれとかもうこの辺りですね これはもうズバッと価格とかこういうこの色とかはですねホームセンター仕様になりますねこの辺りはもうあんまりうちでもあんまり出ないでホームセンターでよく売られてるような機種になりますでそして一つもう一つ面白いのがですねこれですねこのチェーンソーこの E-350AV このチェーンソーはですねん私がこの業界に入った時からありますね多分その前からありますねもうひょ とするとこれ40年ぐらい ?30 年40年前の設計なんじゃないんですかね未だに現役として <laughs>、えー、排気量 35cc でですねもう5 k ロ近い重さになります4 9キロまだ売られてるのかってな感じですねもうシーラカンスみたいなチェーンソーですねこれ言いすぎかなすいません申し訳ないですでこれなんでこんなに長く売られてるかっていうとですねタフなんですよねで 結構故障知らずで、まあ、パワーは 35cc なんですけど当時としてはすごく力がある方であの安心感のある信頼性のあるチェーンソーだったと思いますねでこんな感じですかね信頼はですねで信頼はのチェーンソーの中でですね、あのー、おすすめなのはこのトップアンドルの E-2125 ですね トップアンドルで迷ってるなとかですねあのガイドバーとか総チェーンをですね 25AP タイプ使ってるとかいう感じだったらもうこの新イ和の E の2125すごくいいと思いますねでライバルの g z 2 7 0 0 g z 2 8 0 0ゼノアの機種なんですけど同じ総チェーンが使えますそしてもう一つですね新イ和のガイドバーがゼノアにつきますしゼノアのガイドバーが新イ和につきます これですねえー、ガイドバーは国産のメーカーが作ってるんでですね互換性のあるものになってますねでそして、えーとですね、この E1042 も先ほど言ったあの強烈のですね CS42RS ですかねと同じ機械なんでですねこれも評判がいいですねただこの辺りになってくると何があれかっていうとですね防振のシステムがゴムになります えー、防振のシステムはです、ね、やっぱりスプリングがやっぱり優れてるんですよね。もう振動の少なさはスプリングにはもうゴムは勝てないんでですね。ね。それとあと、えー、寝台断ではないんですけど、強烈のですねこの同じ感じなんですよね、えー。ピストンシリンダーが違うだけなのかな。排気量が落ちて、えー、37.7cc ですね。CS37RS。これも えー、いい機械ですね排気ガス規制にはクリアはしてないんですけども信頼性の高いすごくいい機械ですねえー、C とていえばゼノアの G 今出てる G の3650とかと、うん、似たような感じになりますね CS37RS の方が多分力はあると思いますこっちクローズドポートなんでですねだから力の方はこちらの方があるかなと思いますただ G の3650はですね価格がちょっと安いんでですね うん、その辺りは、うん、向こうの方が勝ってるかなっていうような感じなんですけどこの辺りはほんとすごくいいチェーンソーだとは思います排気量 40cc 以下になってくるとですねあのスチールもハスクバーナーもどちらかというとあの軽量化の方に振ってるんでですねなんかあのがっつりパワーがあるっていう感じではないんでですねその辺りはあのちょっと狙ってるところが違うような気がしますねこの 排気ガス規制がクリアしてないんでですね。で、それの後継モデルがこの3043っていうのになりますね。えー、と、これですね。CS43RS。これとこれ同じものですね。強烈ブランドか、寝台はブランドかですね。これは、うん、スプリング防振ですね。で、このエアフィルター、しっかりしたものがついてますね。 ですかねで強烈系ちょっと私あまり詳しくないんでですねそれとあと新大はもうあの大型の方のチェーンソーになってくると修理はしたことはあるんですけどあんまり販売の実績がないんでですねこんなこと言うと怒られるかなこんな感じですねこの2125クラスはいいと思います2125の弱点はですねパワーがあるんですよ 弱点じゃないな。E の2125のですね、ちょっと、いい点と悪い点、悪い点というか、弱点をちょっと説明しますね。E の2125ですね、すごくパワーがあってですね、いいエンジンなんですよ。クローズドポートでですね。で、ただ、パワーの方に振ってるんでですね、圧縮が強めなんですよ。小型のチェーンソーにしては圧縮が強い方なんですよね。ですから、エンジンかけづらいっていう人がいます。 私とか普通の一般の男の方だったらですね、全然問題なくエンジンかけられるんですけど、えー、年配の方とかですね、えー、女性の方だとエンジンかけにくいっていう人もいます。圧縮が強いからですね、そこが弱点ですね。 で、2025の時がですね、もっとあの圧縮が強かったんですよね、実を言うと。で、2125はですね、正しいかどうかわかんないんですけど、排気でコンプをつけたって聞いたような記憶があります。<laughs> 排気でコンプですね。 で排気デコンプの意味がよくわからなかったですねあの。私のブログでですね、検索窓であの、排気デコンプっていう風に調べてみてください。えー、出てくると思いますんで。で、2125排気デコンプをつけて圧縮をちょっと落としてですね、えー、パワー、うん、その分排気デコンプをつけると圧縮が落ちてエンジンかけやすくなるんですけど、パワーもすくあの少し落ちます。そういう感じですかね。それでももう十分なパワーがあるんでですね。 ここれはこれはでいいいと思いま,すまあこんな小型のチェーンソーなんだからですねなかなか難しいかと思うんですけどなんかこううまいことあの小型のデコンプとかつけれればですねすごくいいチェーンソーになるのかなとか思ってですねまあ難しいですかね、うん、でもこれはあの世界に誇れるチェーンソーだと思いますこの小型のチェーンソーはですね、まあ、小型チェーンソーはやっぱ国産メーカー強いですよねなかなか日本人の,のものづくり 小さいものを作らせると上手っていうところは日本人らしくていいと思いますねでこんな感じです新大和のチェーンソーですねはい今回も最後までご視聴ありがとうございますそれではまたさよなら